なんか甘いものが食べたいな。あーなんか開封とかしたいな。そんな2人の甘いものが食べたい、開封したいという2つの夢を同時に叶えるいいものがある。それがこれだ。わー、ということで今回は、僕ね、映んないからせめてマドレックスに映ってもらおうと思って、ちゃんと言いますよ。チョコエッグ星人。よー、ごめん、やったバレちゃった、テープで支えてたのバレちゃった。30分くらい時間かけて作ったチョコエッグタワーを。マジごめん、俺こうやってやってたじゃん、裏で。実はこのマドレックスの頭がこのでっかい頭がこうなってたんだね。そうね、こうなってたんですよ。はい、ね、ということで今ちょっと不格好になってしまったんですが、チョコエッグをですね100個用意しましたので、こちらをね、みんなで開封していきたいと思います。はいはい、それではまずこちらチョコエッグポケットモンスターで、ラインナップがですね全部で18種類プラスシークレットということで19種類、ルカリオとかね、ワンパチとかね、それぞれ欲しいポケモンがいると思いますが、誰に会えるかはお楽しみということで、シークレットなんだろう、ねえ気になる。そうなのよ。じゃあ早速開けていきましょう。はい、開けましょう。開けよう開けよう。これチョコも美味しいからさ、美味しい、欲しいがいっぱいあるよね。そうなのよ。あ、この音懐かしい。この音中に入ってる感じのね、これぞまさにチョコエッグ。あ、まだ猫洗って、あ、そうだよ、これぞ。あ、綺麗に割れたわ。割れました。うん、チョコ食べようかな。確かに。いただきます。いただきます。うまっ。ほら、ホワイトチョコと普通のミルクチョコレートが2層になってる、昔と全く変わらない。ちょっとね、さすがにチョコレートこれだけあると一気に食べきれないので、ボールを用意しましたので、ここに一旦こう避難させておきましょう。チョコ、スタッフのみんなとも食べたいしね。ね、王さんには絶対あげない。王さんにはあげない。いや、なんでだよっつって。記念すべき1個目、チョコエッグ開けるときはみんなね、コツです。ここはね、クッと押すと開きやすいです。おー、ほんとだ。きた、なんだ。お尻が可愛いです。お尻が可愛い。え、ゴーくんかな。ゴーくんのお尻かわいい。俺でもゴーくんはね、ここが好き。髪型のこのここの部分いいよね。僕が当てたポケモン、こちら犬ヌワン、ワンパチ。塗装もね、めっちゃ細かくて丁寧なんですよ。このお尻の周りのね、緑色の部分とかもちゃんと再現されてますね。かわいい、かわいい。あー、持ってかれちゃった。ダメよ、ダメよ、ダメよ。わー、なに、なんだろう、気になる。お耳が可愛い。お耳、なんだろう、サトシかな。いや、だからそんな耳じっくり見るの、ヒルさんぐらいだよ。ヒルさんの耳は確かに。はーちゃんが最初に会ってたポケモン、こちらですね。でで、しかもさ、腕組んでんだけど、なんか戦うぞっていう感じがして。じゃあ続いて最後私ですね。怖い。何、私が当たったのはこちらです。パカーン、カイリュウ。カイリュウ、かわいい。かわいい、なんか大きいな。大きい。何が面白かったんだろう、そんなに。カイリュウってやっぱなんかかわいいなと思って。確かに、かわいい。なんかすぐ開いた。開けてたんじゃない、もしかして誰かが。え、だいたいこういうの犯人を。だいたいそうそう。僕が当たったのはこちら、ゲンゲロギー。ゲンガー、かわいいよこれ。このお尻とこの腰の部分がね、特にかわいいですね。あーちゃんが開けたのはゲンゲロギーかと思いきや、モルペコの腹ペコ模様です。ちょっとやっぱマジで腹減ってる時の特徴。え、ほんと一緒。マジ一緒。続いて私が当てたのはこちらです。ウールー、まんまるー。まんまるだ。あ、かわいい。あ、かわいい。いいね、お尻。かわいい。首で閉じてる。そうそう、寝てるんよこれ。寝てるんだ。めっちゃかわいいですね。かわいい。なんだ、おーは今回当てたのはこちら、魔法イップ。なんかニコニコしてますね、かなりね。あ、本当だ、かわいい。めっちゃ笑ってる。はーちゃんが当てたポケモン、なんとモルペコの満腹模様。すごい。はい、満腹模様と腹ペコ模様。予想しようかな。なんかね、あ、サルノリだこれ。多分絶対サルノリ。え、マジで。多分音がね、あんまパラパラってパーツ分かれた音しないの。モルペコかもしれない。ガチ予想だ。あ、あ、あ、バリアードって言ってる。バリアードだ。バリアードになってるんですよ。バリアードって言ってる。え、ああ、
なに？かわいい子が。かわいい子が出た。かわいい。僕が当てたポケモンではなく、ゲットだぜ！サトシが出ました。なんか胸から上のフィギュアなんだね、サトシはね。確かに、本当だね。あれ？待って待って。え？胸か上だ、確かに。あれ？あれ？瞬間移動した？瞬間移動した。あ、じゃあちょっとこうやって、はい、ここになります。はい、はい、はい。サトシだ。ちなみにさ、二人はサトシとゴー君だったらさ、どっち派？あ、でもやっぱサトシかな、私は。あ、いや、私はゴー君。やっぱ私もミュウ見つけたいし、ゲットしたい。はい、私が当たったのはこちらです。ミソー。あ、めっちゃ尻尾大きいね。ねえ、かわいい。フォルムがめっちゃかわいいね。てい、ヒメンカー。草タイプはいいんだな。ベコー。あー、お腹いっぱいだ。めっちゃモルベコー。ゲー、疲れてる。何が？はい、ゲー。カイリュー。2個目。トキちゃんが多分カイリュー5連発ぐらいで当てるから。一人のトキちゃん、一人のトキちゃん。同じ味なの、同じ味。本当じゃん。カイリュー。すごい。さっきぶりだな。なんやろ、めっちゃカイリューに好きだよね。確かに帰るよ、マジで。そう。はい、僕が当てたポケモンはこちら、ガラルポニータ。ちゃんとこのね、紫とエメラルドグリーンの色分けがかなり細かくできてますね。ポケットモンスターシールドでしか出会えないからね。ソードやってる子はぜひチョコエッグで出会ってください。確かに、いいね、素敵や。やっぱこの開ける瞬間めっちゃ楽しいな。うん、楽しい。めっちゃ楽しいよ。ワクワクする。ほっほっほっ。え、すげえの出しちゃったかもしれん。なんだ。僕が当てたポケモンはこちら、ピカチュウ。おーい。え、でもでも、あれ、顔が変だ。ってことでこれはね、シークレットのメタモン、ピカチュウになりきってる姿。えぇー、いや、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。マジでこれ一瞬さ、ここを見せたと思って、目のちょっとポーズもね、変身して疲れちゃって、もう立つ気力がない。こうなっちゃったよね。ね、ピカチュウよりも先になんか、ね、そう当たったんだ。やっぱ俺の元に来てくれるんだね、君は。なんだろう、スペン、サルノリー。すごい。尻尾もね、ちゃんとこう、あの、こっちが細くて上が太いっていうね、再現されてますね。ゲンゲロゲー、オレやで。オレやで。俺のじゃあ、こちら。はい。ネタモン。まさかの2匹目。すごっ。なかなかピカチュウが出ないね。確かに。そうなのよ。私、ある子が出ました。え、何？この子です。ダイ・バリアード。いや、細か。ねえ、すごい。うわーって、俺やで。うわー、当てすぎ。チョコが溶けてる。そうなのよ。え、なんだ、何？俺もすごいわ、すごいの出たわ。待って、こちら、ネギがないと。おお見えるんだよな、こっちから。見える？長いのよ、これが。さあ、サルト。うわー、かっこよ。母ちゃんが思わず言葉を失ったポケモン、こちら、ピカチュウ。見て、腕組んでんのよ、このピカチュウも。あい、かわいすぎる。じゃあ、あとゴーくんとルカリオ。いやー、2種類。確かに、やっぱルカリオはトキちゃんに当ててほしいな。当てたい。トキちゃん。あー、ヒマリー。ヒマリー。はい、モルペコ、ハルペコマヨ。モルペコ、またモルペコ、俺が当てた1匹以外5匹ハーちゃんだって。ね、すごい。うん。はっ、おすごいや。すごいやか。すごいや。ハーちゃんが当てたポケモン、デデルカリオ。ダイがついてるのめっちゃかっこいいね。うん、このポーズはめちゃめちゃかっこいいよ。でもこれで、なんとなんとなんとゴーくん、ヒーが全員揃った。ゴーくん、ゴーくん、マジ全然ない。ミュウレベルで見ないじゃん。キンギロゲー。忘れたと思ったか。またやってくるぜ。トーンシェイ。やっとやった。ときちゃんの好きなまつげと僕が好きなこの部分もちゃんと再現されてますよ。あ、うん、はい、ということでコンビニとしました。はい、51個で、今
回コンプリートすることができました。結構あったから半分だね。ね半分、うん、これ何が入ってるかみんな気になると思うんで、うんうん、もうここは一気にバッと上げていきたいと思います、うん、せーの、おりゃー、わー、こんな感じになりました。あとすごい、ゲンガーが、9個で一番出てますね。そうだね、うん、カイリュに関してはもうほぼトキちゃんが当てた、うん、トキちゃんだった。で、中でも一番少ないのがマホイップが、2個しか出ませんでしたと。逆にシークレットメトも結構出た気がするね。4つも出てる、うん、すごいね、まあ、本当にランダムなんで、ね、何が何個当たるとか決まってないので、ぜひみんなもね、会いたいポケモンがいたらすごい買って開けてみてください。それでは今回の大量開封が面白かったな、すごいな、100個と思ってくれたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君決めた。猿乗りだったので、ヒバニーを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。